シュッ、シュッ、シュッ。おい、うぷ主。ってなんだその滑らかな動きは。はっはっは、関節が柔らかくなったんだよ。急に。いつも殴るときはこんな感じだけど。どうだい、ガチで殴りにかかっている感じでしょ。まあ確かにガチさは伝わるな。何がガチだって、うぷ主の動きが滑らかになって殴り方もリアルになったんだよ。うぷ主の動きが滑らかになったなら私だって。いやいやこいつの動きはどうせモッドだから。はぁ。うふふ、何体何体、キモ。それじゃあ久しぶりにモッド紹介していくよ。おいおいおいこいつどうすんだよ。そのままで。何体何体。今回ご紹介するモッドの用具はどこへ置いたっけ？どこへ置いたっけって、ちゃんと覚えておけよな。すいません村人の皆さん、用具知りませんか？おいおいお前さん随分と動きが滑らかだな。えへへへ、そうでしょそうでしょ。何ガチで殴ってんだよ。殴り方もすげえ。まあ軽く3年くらい修行すればなんてことないですよ。嘘つけ、モッド入れたらすぐだろうが。へえ、今度僕たちもモッド入れてみるよ。関節が柔らかくなっただけでこんなに驚かれるものなのね。それならきっと私も、街行く人が私を見て驚きと羨望の眼差しを向けることでしょうね。街に人いねえじゃねえか。ちょっと本当にどこ置いたっけ？それなら君の家の前じゃなかった。そうそう、そこに置いてあったよ。お前の家の前に置いてあるってよ。まったく村の中探してもないわけよ。ありがとう、助かったよ。ああ、あったあった。本当に目の前にあるじゃねえか。これは今回紹介するモッドで追加されるアイテムのレシピなので、後ほど紹介させていただきます。で、今回はなんていうモッドを紹介するの？クリーパーを捕まえて武器にしちゃうモッド。クリーパーエイドっていうモッドだよ。クリーパーを捕まえて武器にする。捕まえるとか武器にするとか全く想像できないんだけど。じゃあまずはどんな武器になるのか見せるね。マジでクリーパーだぜ。これは銃なの？そう、これはクリーパーの弾を発射する銃なんだ。ちなみに今持っているのは帯電クリーパーバージョンの銃だよ。帯電クリーパーだけあってこっちの方がやっぱ威力はでかいな。クリーパーがいたらいつもは逃げるか倒すかすると思うけど、このモッドを入れれば捕まえて武器として利用できるからいいわね。うんうん、武器の作り方もすごく簡単なんだよ。捕まえ方もすごく簡単。この専用のネットを持ってクリーパーに向かって右クリック。おお、一瞬でゲットした。これが捕まえたクリーパーだよ。随分とコンパクトになったわね。でもただ捕まえただけじゃ弾にはできねえんだろ。うん、捕まえたクリーパーを瓶に詰めなくちゃいけないんだ。瓶もこのモッド専用のアイテムね。これでクリーパー銃の弾が完成だよ。ネットと瓶さえ作っておけば手軽に作れちゃうぜ。それじゃあ次は、ネットと瓶と銃の作り方を説明するね。左がネットの作り方で、右が瓶の作り方だよ。こう見ると比較的簡単に手に入る材料で作れるんだな。うん、すぐに作れそう。ちなみにネットは使い切りじゃなくて、使っても戻ってくるから繰り返し使えて地球に優しいよ。それに比べて瓶は使い捨てだから地球に厳しいのね。地球に厳しいってどういうことだよ。この二つのアイテムは重要だから常に持って歩いていた方がいいね。よし、次は銃の作り方を頼む。はいはい反対へ回ります。左は銃の元になる外装みたいなもので、右は実際に使用する銃になります。外装がないと銃が作れないからまずは鉄インゴットで外装を作るのね。そしたら実際に使う銃が作れるってわけだな。銃もすごく簡単に作れちゃうでしょ。あ、でも弾の装填って面倒なんじゃないの？いやいや、瓶詰めクリーパーを持ってさえいれば勝手に装填されるよ。おお、そいつは随分と便利だな。このモッドは身近なもので作れて使える。超便利モッドなんだ。というわけで本日特別に、一度は網で捕まえられたい願望があるクリーパーさん、およそ100匹にお集まりしていただきました。ただのド M 集団だろうが。こんなにも一度は網で捕まりたいと思っているクリーパーがいるのね。お前ら、網で捕まえられたいか。捕まえられたい。捕まる準備はできてるか。できてる。変態か。変態だ。そこ認めるんだ。今回はこの変態集団をひたすら捕まえまくればいいのね。そう、目標は全匹確保することだよ。もちろんこいつらは襲いかかってくるんだよな。そりゃあそうよ、こいつらだって網で捕まりたいんだから。すげえ捕まえるの嫌になるな。それでは間もなくクリーパー大捕獲大会を開始します。網を大量に持ったわよ。あとはひたすら投げまくるだけだぜ。オラ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 ー。どんどん捕まえるぜ。私もそんなに焦らなくてもまだまだ網はあるわよ。これが今流行りのクリーパー号です。どこでこんなの流行ってんだよ。こいつらの猛烈なアタックで若干こちらが押されております。捕まえたのはいいが、これじゃあせっかく捕まえたやつ回収できねえ。うわぁ、網の補充が間に合わなかった。こうしている間にどんどん奴らが迫ってくるわよ。ちょっと皆さん落ち着いて。これ明日確実に筋肉痛だよ。こっちの都合なんて一切関係ないぜ。おう、いやー、
変態集団恐ろしかったわ。ああ、後ろにいたの知らなかったよな。さあ捕獲したクリーパーを回収しに行きましょ。あんなに大量にいたクリーパーが全員いなくなってるよ。満足して帰った。そう思うことにしようぜ。それにしても随分捕まえたのね。あの柵の中に余裕で100匹以上いたってことか。使い切れないほどの弾の数になりそうだな。そうそう、まだこのモッドで紹介してなかったアイテムがあった。もしかして今ウプ主が手に持っているものか。そう、これはクリーパーパイって言って、食べると。ちょっと何もしていないのに勝手に爆発が。このパイは食べると自分がクリーパーになったみたいに、周囲を爆破させる効果を得るんだ。狙った場所を爆破させることはできるのか。いや、狙った場所を爆破させることはできないよ。ランダムで爆破するのね。それとこの効果は一定時間で切れちゃうんだ。なるほどな、切れたらまた食えば効果を得られるってやつだろ。それじゃあ次は、実際に敵モブとバトルして銃の性能を見てみよう。いけー、爆破よ。自分も爆破ダメージ食らうから気をつけろよ。了解了解、落ち着いて、あっちー。全く落ち着いてないんだぜ。よし、もう大丈夫だ。やったー、うまく当たって倒したわよ。距離感をつかむのが結構難しいな。練習してうまく距離感をつかめればすごく使える武器だよね。ふう、お疲れお疲れ。せっかくだから村の人にもこのパイあげたら。ああ、そうだよね。村が壊滅するぞ。これクリーパーパイって言うんですけどよかったら。クリーパーパイ、何それ初めて聞いたよ。そのパイって美味しいの。少々刺激的だけど美味しいわよ。じゃあ一つもらおうかな。はいはいどうぞ。美味しいクリーパーパイどうぞ。おう、ありがとう。美味しそうだね。何やってんだこの変態ゾンビ。覗き魔よ。随分堂々とした覗き魔だね。ああ、私たちがこれだけ近くにいても全く気づいてないぜ。すげえ見てる。めちゃめちゃ見てる。とりあえず通報しておこうか。こっちは二人いたわ。この村覗き魔に狙われすぎだろ。こんな恐ろしい村だったとは。戸締まりしてもうさっさと寝ましょ。そうだそうだ、今度は私たちが狙われるかもしれないからな。まったくいくらこの霊夢ちゃんが魅力的だからって。覗きはダメよ。覗き魔もノーコメントだな。さあさあもう寝よう寝よう。ああ、クタクタだぜ。おやすみ。なんで爆破したんだ。そうよ、ベッドに寝たら爆破する仕掛けなんてなかったわよね。クリーパー銃持ったまま右クリックしました。お前かー。仕方ない、今晩は覗き魔に出血大サービスで、外で寝るわ、外で。ほら、好きなだけ覗きなさい。一晩中いつ覗かれるかチラチラ見てたけど誰も覗きに来ないじゃない。寝ろよ。覗けー。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか？それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、あの銃なかなか面白そうじゃねえか。私も使わせてもらいたいぜ。それじゃあまたな。質問コーナー、始まるよー。はい、それでは今回も張り切って質問コーナーやっていきましょう。このコーナーは視聴者さんからいただいた質問に、姉ちゃんが回答していくというコーナーです。回答させていただきます。それじゃあ早速質問行くわよ。東方の原曲で一番好きな曲は？すごくいい曲ばかりだから一番って難しいんだけど、天使の夜ゴーストリーアイズが好きかな。個人的に栄夜ショーの曲全般が好きなんだけど、切ない感じがすごくいいんだよね。そういや姉ちゃんってあまり激しい音楽聞かないよな。静かな曲が好きなの。そうだね、どっちかって言ったら静かな方が好き。それじゃあラストの質問行くよ。ドラえもんの秘密道具で一番使いたいものは？これもなかなか難しい質問だね。私はどこでもドアかな。理由わかったわよ。家から出なくても扉一つでどこでも行けるから便利とかでしょ。大正解。扉一つでどこへでも行けちゃうってすごいよね。寝坊したってどこでもドアさえあれば遅刻しないもんね。まったくお姉ちゃんも言うとも。というわけで以上質問コーナーでした。質問はまだまだ募集中なので。
こちらの動画のコメント欄にお気軽にご記入ください。それではまた次回お会いしましょう。さようならー。